日本栃木県宇都宮市西宮西宮は栃木県宇都宮市の地名。町名として西宮1丁目、西宮2丁目が設置されている。宇都宮市市街地西の郊外に造成された西宮団地の区域に相当する。郵便番号は320064。宇都宮市南西部の城山地区の一区域で、地区内は区画整理が行われた西宮団地である。 北から東にかけて、駒入町、南東は、鶴田町、南から西にかけては、下荒張町と接する。宇都宮環状道路、鹿沼街道入り口交差点のすぐ北にある地点から、分岐する西宮通りが主要なアクセス道路であるほか、団地のすぐ西を秋安通りが通過している。駒西運動公園この近辺にはかつて旧日本軍、第14師団の射撃場があり、 この射撃場は一部が駒製運動公園となっているが、その他の敷地は旧射撃場として現在も残されている。西宮団地はこの旧射撃場の北西の丘陵に造成された団地であり、1975年に町名として西宮町が成立。2001年には住居表示により西宮1丁目、西宮2丁目となって現在に至っている。 2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。